元キンプリヒラの仕様を消さない関西ジャニーズの絆ウエストキリヤマテルフミの兄弟愛全開ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます6月5日に放送された音楽番組 CDTV ライブライブ TBS 系内のランキングで先月ミリオンセラーを達成したキングプリンスキンプリの シンデレラガールが放送され、反響を呼んだが、ファンはワイプも見逃さなかった。この日、同番組では新生金プリの長瀬角24と高橋海人24が、6月21日にリリースされる新曲、何者を初披露することで注目を集めたが、番組ではその前に、5月の月間オリジナルランキングトップ30を紹介。シンデレラガールは16位だった。女性ライターが言う。 キンプリは5月22日で平野紫耀さん26、岸優太さん27、神宮寺裕太さん25が脱退することが分かっていました。そのためティアラと呼ばれるキンプリファンは3人が脱退する前にデビュー曲シンデレラガールをミリオンにしようと CD を何枚も購入するおい、デレ,レラに精を出したんです。その結果ミリオンを達成。ランクインしたのはファンの底力のおかげです。 そして番組では、5人で歌っている新ロック m v シンデレラガール2023が流れた。まず、脱退組がカットされるのではないかと危惧をしていた人も多かったようですが、現役のジャニーズタレントが今も交流があることをブログで書いたり、インスタライブで名前を言っていたりする。ましてや、不祥事を起こしたわけでもありません。過去映像に対し、わざわざカットすることもないという判断でしょう。全同。 その時のワイプは、キンプリメンバーが、兄としたジャニーズウエストの面々だった。中でも注目を集めたのが、桐山照文、三十三33、だ。5人のキンプリに反応し、笑顔で歌を口ずさむメンバーの姿が次々に抜かれる中、桐山さんは、映像に向かって嬉しそうに大きく手を振りました。そして、平野さんがティアラを手に取るシーンで、ショウーと平野さんの名前を呼んでいるように見えたのです。どう 桐山照文、平野耀との、ゼロ距離感。もちろん桐山の声は入っていない。しかし、確かに桐山は、長瀬がアップになると、レーン。さらに平野の時には、一際大きく、ショウ、と想起される口の動きをしていたため、ツイッターでは、今、明人くんが口パクでしょうって言ってたよね。ウエスト兄さんだよな。照文くんが、レーン、ショウ、って呼びかけて手振ってるのお兄ちゃんすぎて泣いた。 てるふみくんの口の動き最え高すぎな、と、桐山の渋さに喜ぶ声が殺到したのだ。地上波の音楽番組である CDTV が桐山さんのその、プチパク、シーンをわざわざ拾ってくれたのは、大きな意味があると思いますよ。もともと、平野さんと長瀬さんは関西ジャニーズジュニア、で、桐山さんや仲間潤太さん、35ラ、ウェストのメンバーとの付き合いも長いんです。平野さんは5年前、 桐山さんがレギュラーを務める、昼なんです日本テレビ系、月曜金曜、11時55分に出演した際、関西イントネーションが出ている瞬間があったのですが、それも桐山さんとの距離が近く、心を許している証拠でしょうね。前室の女性シライター。桐山は、脱退退所発表があった、2022年11月4日以降にも、折を見て、金プリメンバーへとメッセージを忍ばせてきた。 三人の脱退発表後に更新したブログでは、全員に対して応援したいと綴った上で、五人は、今までもこれからもずっとずっと仲良いんだと思うと、キンプリファンを安心させるような言葉を記しました。また、仲間さんと共に木曜パーソナリティを担当していたラジオ番組、レコメン。文化放送、毎週月木曜22時では、三人の脱退発表から5日後の11月9日の放送で、 自身らの楽曲、青空願ってまた明日をかけたのですが、それはキンプリへの応援を込めた選曲だったのではないかと話題になりましたね。全同、ウエストの幸せの花にティアラが涙した理由。なお、CDTV でジャニーズウエストが披露したのは、20枚目のシングル、幸せの花。番組 MC の江藤愛アナウンサー、37からは、明るい気持ちになれる応援歌と紹介されたが、この楽曲について、 前室の女性シライターが解説する作詞作曲はサンボマスターの山口隆さん47ですストレートで熱い言葉を乗せた楽曲は聞く人の心を揺さぶり勇気づけるとして根強いファンを誇ります幸せの花はやるせないことを乗り越え自分の思いを信じて花を咲かせようとする生き方にエールを送る楽曲になっていますね CDTV では ジャニーズ WEST のメンバーが直々に書いた曲の歌詞が表示されるなど、暖かいパフォーマンスが行われ、視聴者からは、幸せの花の歌詞、今日改めてめちゃくちゃ染みた。普段はファンに向けて、だけど今日のはキンプリちゃんへの応援歌みたいに聞こえた。といった反応も、同じジャニーズ事務所で苦楽を共にした仲間がキンプリへと送るエールに、励まされるファンは多そうだ。安心感すごい、泣きそうになった。 金プリを陰で支える、兄、ジャニーたちの集合写真。金プリファンからは、ウエスト兄さんと親しまれるメンバーたち。